経新聞の記事、話題変わります。安倍昭恵夫人と籠池夫人のメールのやり取りについて伺います。籠池夫人は3月1日のメールの中で、民進党の辻元清美議員が森友学園が経営する塚本幼稚園に侵入しかけたり、学園の建設関連工事の下請け業者に作業員を送り込んだなどと記事しています。民進党側は、事実に反すると否定しているんですけども、政府はどういうふうに。そうした報道があることや、籠池、理事長夫人のメールの中に、そうした、記述があることについてはですね、政府としては承知はしてますけれども、コメントはすべきじゃないというふうに思います。いずれにしろ、これは民主党において、証拠提出なり説明されるんじゃないかなと思います。はい。森友学園の問題に関連してお伺いします。日本維新の会の松井代表が25日の党大会の後に記者団に対して森友学園の問題について本質を分からなくしているのは秘密にも安倍総理で忖度がないと答弁しすぎていると述べました。森友学園が副委員長を安値で購入できた背景に財務省の忖度があったことを認めるべきだという趣旨の指摘だと思いますが、この指摘についていかがですか。まず忖度は全くなかったという、婦人好きが籠池氏にファクスを送った中にしても、結果として籠池氏側の要望は全てゼロ回答じゃなかったでしょうか。これは明快だと思います。はい。共同通信の小野塚です。共同通信で昨日ですね、緊急電話世論調査をしたんですけれども、この国有地払い下げの経緯などに関して、政府が十分に説明しているとの思わないという回答が 82.5% に上りました。これについての受け止めと、今後これ、どのように説明していけばいいというふうにお考えでしょうか。国会でこれだけ議論がされています。そういう中で、一つ一つ丁寧に説明をしていくことが、政府としては心がけております。これからも丁寧に説明をしていきたい、このように思います。はい、関連でお伺いします。これまでの国会審議で、時間を使ってまた丁寧にされてたということなんですけれども、それにしても 82.5% というのはかなりの法律だと思うんですが、なぜ理解されないというふうにお考えでしょうか。この本質論の議論ってあまりされなかったじゃないでしょうか。やはり、この払い下げですか、そこに至った経緯というのはこれ質問の中で答えていくわけでありますから、そこは丁寧にこれから質問されたら努めていきたい、こういうふうに思います。